朝原さんといえば、なんかこう朝原ノートみたいな感じで有名じゃないかなというふうに思うんですけども、ご自分で記録をつけて ご自分のデータを持って、でそれを振り返ってくると、なんかこう良い感覚みたいなのを思い出すんだよっていうような、本の中でも結構なあのスペースを割いて紹介されてるっていうふうに感じるんですけども、ぜひその辺の重要性とか、あの必要性を教えていただければなと思います。やっぱり人間は生物なんで、今の状態っていうのが感覚も含めて自分の基礎となるものかどうかっていうのはすごく曖昧なんですよ。例えばヨーロッパ遠征とか行くと移動がめちゃくちゃ長いじゃないです か、 だからその移動の間になんか体がおかしくなっちゃうこととか、出発前にどんな感覚で何をしてたかっていうのをもう一度おさらいするとか、何を考えてその時やってたかとか、どんなことを意識してたかとか、こういう時はこういう意識でやってるとかっていうのを書き留めておくとすごく参考になります。最近の脳科学の研究でも結構こう記録を取っていくことで自分を安定させてリラックスできるみたいなことがあって、これからの選手にアドバイスをしていこうかなっていうのが、なんかやっぱり怪我する子って自分の持ってる データがよく分かってないっていうのが多いなって感じ がしていて、うん、言葉で表すのがすごくやっぱ難しい。その辺はセンスがいると思うんですよ。言語っていうのも自分がどうあの書き留めて、それがどう次の日とか振り返って見てみて自分がどう感じるかとかっていうのはすごく大事だと思うんですよね。これからの時代はウェアラブルとかいろんなことが発達するので、なんかそういう指標を作れたらいいですね、うん、一番ね、変化が見れたり、いい時はこういうことになっているっていうのが、まあ、分かれば選手たちはすごく参考になると思います。感覚っていうのは多分こう数値化しづらくて、自分自身が信頼できるものなのかもしれないなというふうに今思いました。